心診療所チャンネル精神科メンタル分野の言葉今回は自責、他責、無責についてやっていきたいと思いますよろしくお願いします何かストレスやトラブルがあったとき自分を責めるのかそれとも他者を責めるのかそれとも誰も責めないのかそれぞれの方法に長所と短所がありますそして状況などに応じて判断をして使い分けていくということが一般的です今回はこの 自責、他責、無責についてやっていきたいと思いますまずはストレス反応3つの方向ですけれどもストレスへの反応は大きく言うと3方向になりますストレスがあったとき人によっては自分の責任と思うことがありますこれを自責と言います人によってはこれは相手の責任だと思うことがありますこれを他責と言いますまた人によってはどちらのせいでもないと思うこともありますこれを無責というふうに言います まとめるとストレスへの反応の方向、自責は自分の責任だと思う、他責は他者の責任だと思う、無責はどちらも責任だでもないと思うということになります。まず自責とはを見ていきますけれども、これは結果の責任が自分にあると思うことです。深く詳しく見ていきますと、物事の結果の責任などが自分にあると思うことです。これは成長や社会性にとって、 まあ有益であると言われる一方で行き過ぎるとストレスが溜まりすぎてしまってうつ病などで引き金になってしまうので注意が必要です知的のメリットですけれどもこれはまず結果を振り返って学ぶことで学習や成長問題解決につながっていくというところがありますそして相手を攻撃しないということで場の心理的安全性を保つということがありますそして一般的にも社会的には望ましいと評価されやすいということもあります知的のデメリットですけれども これは、やりすぎると自己肯定感が低下するというところ、そして悪意がある相手に利用されて搾取されやすいというところがあります。そして、かかるストレスが強くありまして、過度にやりすぎるとうつ病などのリスクがあるということになります。この自責ですけど大きく言うと2つに分かれます。1つは反省ということでして、これは過去を冷静に振り返って今後に生かしていくということです。 もう一つが、まあ、後悔や自己攻撃というところこれは過去のことに対して感情的に反応してしまって場合によっては自分を攻撃するというところになりますこの2つの自適への対応ですけれども基本的にはもう反省ということは解決などにつながるのでどんどん増やしていく一方で後悔や自己攻撃は逆に破壊的な結果になってしまうのでむしろ最小化していくということが大事になってきます続いて多責とはということを見ていきます これは結果の原因が他者にあると思うことです少し詳しく見ていきますとまた他、ね、責とは物事の結果の原因や責任が相手他者にあると思うことですこれは自他ともに心理的な悪影響は強くあるんですけれども一方で自分たちを守るために必要な場面もあるというところがあります 他席のメリットですけれども、まずはストレスをためずに発散できるという面があるというところ。そして、まあ、ある種コミュニケーションで、どちらかというと、まあ、優位に立ちやすい部分は、場合によっては指摘されます。そして、理不尽な要求などから、ある種自分を守りやすい、正当防衛しやすいというところがあります。他席のデメリットというところを見ていきますと、逆に直面して何かを学ぶということは、非常にやりづらいというところがあります。そして。 他者の尊厳を壊すということがあり得ると、これに本当は注意が必要です。その結果、人間関係や信頼というところは悪化してしまうリスクがあるというところです。他責の暴力性というところですけども、どうしても相手を責める他責というのは、された方に関してはもう一種の暴力を受けたような暴力性があるというところです。特に否定的な感情であったり、人格否定というところは混じってしまいますと、この暴力性が増幅してしまいます。なので、 まあ他石を使うのは基本も本当に必要な時だけ最低限に絞るというところかつ使う時は細心の注意を払ってやっていくことが必要になってきます一方で一種の防衛とととししての他席ということはあるかもしれません例えば悪意のある相手他者からの自衛というところに関しては必要な技術になってきます特に尊厳を脅かすような時に関しては一種の正当防衛としての他石というのを検討する必要があります 一人で困難や危険がある時少なかるずあります。この時は第三者の協力を仰ぎながら現実的な方法を探していくことが大事になります。続いて無責とはというところを見ていきます。これは結果の原因が誰にもないと思うことです。少し詳しく見ていきますと、これは物事の結果の原因が誰にもないと思うことです。ある種改善や問題解決にはあまり適さないんですけれども、逆に解決困難な問題への関わりに関してはむしろ必要になってきます。 この無責任のメリットを見ていきますとまずは自分にストレスをあまりかけないとそして相手にもストレスをかけないで関係性、対人を維持できるとというところあります。そして解決困難なことに対しては適切に向き合うことができるというところがポイントです一方この無責任のデメリットですけれどもまずはその学習改善問題解決というところは難しいところがあるとあとは悪意とかに関しては逆に無視してしまう野放しにしてしまうというリスクがあります そして、受け入れるというところも含めて、ストレスが大きすぎると圧倒されてしまうというところがあります。そして、解決可能なことに関してはあまり適さない方法になります。解決や改善可能なときに関しては、自責、反省などを使って、まあ、対策を取ることが望まれます。どうしても無責のところや受け入れというところでは、解決というところには結びつきづらいところがあります。なので、問題を、 分けるなど、実際解決への方法を取ることもあって、そういうふうな時には、あんまりこの無責は適さないです。一方、解決困難な時には必要になるというところ。解決困難な問題を無理して解決しようとすると、逆効果になりやすいです。この時は、無責というところを、土台に、物事を受け入れていくことは大事になってきます。その時に、問題をなるべく小さくして、負荷を減らしながら受け入れる、というのが一つコツになってきます。 ここでどの方法がいいかということですけれども、まあ、基本は自責だけれども、状況等で使い分けるというところです。基本は自責というところを振り返りますけれども、物事、問題があった時の基本は問題解決であって、まあ、そのためには直面と改善というところが必要になります。まあ、無理ない範囲で、まあ、先ほどの中田反省の形で冷静に自責の方法をとっていくというところは大事になります。ただし自責には一部弱点があり、その時は注意が必要になります。 この自責がうまくいかないときですけれども、大きく言うと二つです。一つは相手に悪意があるとき、もう一つが解決が難しい問題のときということになります。まあ、悪意には他責で防衛の必要が時にあるということです。どうしても悪意がある他責に自分を責める自責で応じますと、もう責める、責められるの、悪い形が慢性化してしまう、固定化してしまう恐れがあります。特に尊厳を脅かすような悪意の他責があった場合は、 その違反に対してはまあ、しっかり多席で応じていく必要がありますただし乱用してしまうとデメリットは大きいですので必要な時に絞ることは大事ですそして解決困難なら無責というところがあります解決困難なことに関して無理して自責して解決を図ろうとしていくとどれの目にはまって消耗してしまいますこの時は無責のポジションを取って状況等に関して受け入れていくことが大事です この中で、自責の中での問題解決というところを併用して行っていって、受け入れなきゃいけないことを必要最低限絞ることで、負担を少なく受け入れるということにつなげていくといいと思います。どの立場を取るかまとめますと、まあ、改善とは可能なこと、基本的な自責、その中でも反省を取っていきます。解決困難なことに関しては、無責のポジションを取っていく。例外的に、相手に悪意があるとき、尊厳を脅かされるときに関しては、他責のポジションを取ることがあり得るかと思います。 今回は先進化メンタル分野の言葉自責・多責・無責について見てきましたストレスへの反応の方法は自責・多責・無責の3つになりますそれぞれの方法に一長一短があります自自責は建設的的なな反省と破壊的な後悔・自己攻撃に分かれてきますあくまで前者の反省を増やして後者の後悔などを最小化するということが大事になってきます そして全体見たとき基本は自責反省で対応していくんですけども、解決困難な問題に関しては無責で対応していきまして、相手の悪意などに脅かされるときに関しては、他責で例外的に対応するということになってくるかと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。